power. Let's feel the power. Let's feel the power. Let's feel the power. はい、こんにちは。京都一番絞りのなべっきーです。本日紹介するのは、シェアサイクルサービスのピッパでございます。専用アプリを起動しまして、こちら、京都市内ですが、P のマークがございます、ポートという場所で、自転車の置いてある場所、もしくは返却できる場所となっております。で、こちらの P のとこ、タッチしていただきましたら、その場所と、自転車の置いている数と返却台数が表示されます。自分の目的地、行きたい場所ですね、目的地の、自転車台数と、あと返却できる台数、こちらの方、絶対に確認してください。どちらかでレンタルされた後に、返却しようと思った場合、返却台数ゼロの場合がございます。その場合、返却できないので、違うポートに行かなくてはいけないので、ちょっと不便なところになりますが、必ずこちらのアプリの方でご確認の方お願いいたします。それでは早速使ってまいりましょう。アプリの方から、チャージですね、いたします。クレジットカードで一番安い330円の方をチャージしていきます。クレジットカードの情報を入力いたしまして、チャージの方完了となります。330ピッパコインのチャージ完了しました。それでは早速使っていきましょう。近くにあるポート、自転車を置いている場所ですね。こちら来ました。で、自転車の方ですが、カゴ付き、ベル付き、三段変速、ライトもちゃんとついておりました。それではアプリを起動いたしまして、まず使用のために会場ですね、行う作業、QR コード、バーコード、自転車にございます。そちらの方、QR コードを読み取りましたら会場になるみたいですが、ちょっとできなかったので、こちらですね、 QR コードございます。手動でこちらの番号を入力する、こちらに番号を入力するたら開くみたいですね。ちょっとやってみましょうか。おお、ちゃんと開きましたね。それでは早速使っていきましょう。これでちゃんと乗れるようになりました。走行中は撮影できませんので、ちょっと近くにある二条城の方まで、こちらの自転車乗って参ります。それではワープ。はい、二条城です。こちら、世界遺産の、二条城となっております。日曜日でしたので、やっぱりちょっと人が多かったですね。それでは、二条城を後にしまして、目的地の四条大宮の方に向かってまいります。どうぞ。はい、四条大宮に、王将の裏側にありますポートに着きました。それで返却の処理、こちらの方もスマホで行います。こちらの方の鍵を施錠します。それでスマホの方で返却、利用終了ボタンを押します。押します。はい、それとでしたら、あとはスマホの方で読み取って、こちらの330ピッパコインの方が、はい、220ピッパコインとなっております。30分まで100円、税別ですので110ピッパコイン利用しております。こちら四条大宮にございました、ポートですが、四条大宮、王将本店の裏側のになるんですけど、ちょっとこれマンションのガレージの方入ったところで、はじめ、道路沿いからちょっと分かりにくかったので、ちょっとご案内いたします。
こちらがポート、自転車の返却もしくは貸し出す、する場所となっております。これマンションの一番奥ですね。こちらの通り、あそちらが、市場の王将の裏口ですかねになっておりました。でこちらの方のマンションのガレージをずっと外の方に向かって行きましたら、この前の通り市営公園通りかなになっておりました。市場大宮の近くですね、はい、でこちらにピッパーの一応看板かなあったんですが、ちょっと分かりにくいです。はい、こちら市場大宮、王将の隣ですかね、はい、右手に王将の看板ございましたのマンションのこちらですね、メゾネ市場大宮の一番奥にありました。ちょっと分かりにくかったので、こちらのまあ目印ですねを見つけてください。こちらカゴの方にシェアサイクルサービスの注意点ですね、利用注意点書いております。そちらの方また、ご参考してください。で本日のまとめです。こちらピッパシェアサイクルサービス、ピッパの利用方法、会員情報の登録、アプリダウンロード、お支払いプランの選択、一時利用は30分100円となっております。月額利用、デイパス利用もございます。利用後はアプリから利用終了で返却となっております。こちら京都の観光もしくはちょっと移動するときに使うとすごく便利で、私ももう3回ほどこちらのピッパーの自転車使っております。バスなんか人がやっぱり観光客多いのでなんか嫌だなと思う時もこちらのピッパの方を使わさせていただきました。すごくまあちょっとした便利なサイクルだと思いますので、また京都市内をうろちょろこちらの自転車を利用して使ってみようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日の動画がよろしいと思いましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは、京都一番搾りの鍋っきーでした。ありがとうございました。